どうも、哲学とです。今回からハーバード大学流レポート論文の書き方入門ということで、第1回哲学を学ぶとはというテーマでお話ししていきたいと思います。この動画はですね、ハーバード大学の、ライティングセンターから、出されている A Brief Guide to Writing the Philosophy Paper という、哲学のね、レポート論文の書き方についての、ガイドがあるんですけども、これを使ってね、まあ、このチャンネルは結構私がいろんな、動画を上げてるので、例えば、まあ、情報処理技術者試験をやられてる方だったら情報処理技術者試験や、あるいはね、業務の中で論理的な文章を組み立てる上での参考にしていただきたいなと思ってますし、あるいはね、通信制大学で学んでる方にとっては、通信制大学での、レポートの書き方や、あるいは出願書類のね、志望動機書の書き方なんかにも、応用が効くかなと思います。そしてですね、あともう一つ、まあ、今回ね、哲学論文の書き方っていうことなので、まあ、このね、哲学の論文の書き方を勉強すると、そもそもその哲学書がどういうふうな形で書かれているのかっていうことも分かってくると思いますので、まあね、哲学書を読む読み方だったりとか、まあ哲学的な議論というのはそもそも何なのかっていうことの勉強にもなりますので、まあぜひね、最後まで見ていただけたらなと思います。今回のね、動画は、ちょっとね、長いので3つに分割して3回でね、完結する形にしたいと思います。で第1回、哲学を学ぶとは、哲学論文を書く目的ということで、今回はまずその論文やレポートの、書き方の基礎。特にですね、英米圏でも、あるいはその日本でもその論理的な文章を書く上では、キーパラフ、キーセンテンスに対してそれを支えるような主張を、その段落の中で行っていくパラグラフライティングっていう技術が、必須になってきますので、まあ、このパラグラフライティングに基づいた、まあ、論文レポートの書き方の基礎と、あとですね、まあ、哲学の場合は、いかにその、論章が、まあ、論理的に組み立てられているかっていうことが非常に重要になってきますし、まあ、社会でね、求められる、その、レポートや論文っていうのは、基本的にこの、いかに論理的に、組み立てられてるかっていうところがすごく大事になってきますので、まあ、そういうところにも、非常にね、フォーカスが当たってると思いますので、参考にしていただければなと思います。そしてですね、まあ、第2回で、論文のね、を実際に書くにあたっての、細かい技術についての話をして、3回目で論文を書くにあたって、まあ、気をつけなければいけないこと、まあ、論文を支える、根拠となるような証拠の、提示の仕方だったりとか、あるいは、引用であったりとかね、あるいは出典の明記の仕方なんかのマナーについてもお話ししてきます。ここについてはね、まあ、今回英語圏の、論文の書き方について扱いますので、まあ、日本語文献のね、扱い方なんかについては私が補足の、説明を入れてますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。で、この、ガイドなんですけども、まあ非常によくできたものなので、ぜひね、概要欄のリンクから、本文をダウンロードしてね、一度見ていただければなと思うんですけども、やはりですね、どうしても、英語が苦手っていう方もいらっしゃると思いますので、まあ今回のね、動画作成にあたって、まあ全文をね、一度、日本語に訳し直したんですけども、まあその時にね、ちょっとこう、まあ全部をね、ブログなんかに載せちゃうと問題があるので、まあ、今回の動画に必要な部分を、まあ、メインに、訳文をね、ブログの方に載せてますので、まあ、ぜひね、そちらの方も参考にしながら動画の方、見ていただければなと思います。さあ、前置きは長くなりましたが、じゃあ早速、今回の内容に入っていきたいと思います。まずですね、1、哲学で課題レポートを書く目的ということで、哲学のね、授業での、課題レポートの目的は、哲学を実際にやってもらうことだと。ここをね、明示してるのがかっこいいなと思うんですけど、まあ、哲学っていうのは、哲学、過去の偉大なね、哲学者がやったことっていうのを、ただただその覚えていくっていう作業ではなくて、実際にその哲学者たちが、立てた問い、大きな問い、ビッグクエスチョンに、自らのね、頭と、
そして論理力でね挑戦するってことがやっぱり、醍醐味になってくる。まあその自分自身も哲学をするってことが大事になってきますので、ぜひねそこを意識しながら哲学の論文に取り組んでほしいなと思います。そしてですね、まあ哲学者たちが、取り組んできたビッグクエスチョンっていうのは、例えばですね、私たちはどのように生きるべきなのかとか、あるいは自由意志は存在するのだろうかとか、あるいは、どのようにして何かを知ることができるのか。私たち人間は一体何を知ることができて何を知ることができないのかというような問いですね。そして真実とは何かと。私たちは、例えば外界の、存在、いわゆるこう、自分の心を離れて外の、事物っていうものが、本当にね、存在しているのかとか、そういう問題が、生じてくるわけなんですけども、こういったね、非常に大きな問いに、各哲学者たちが今まで挑んできたと。で、哲学の場合は特にですね、同じその私たちはどのように生きるべきかっていう問題を考えるにしても、カントのようにね、私たちにはその守るべき義務があるっていうような義務論的な立場で考えるのか、あるいは、生きるってことは快楽を求めることで、私たちの社会全体の快楽の量を最大化するのが良いというような、功利主義に基づくような立場だったりとか、っていうのが存在するわけなんですけども、哲学はまずその哲学の、問いの範囲を特定すると。この問いが何を、問うている問いなのかを特定して、それに基づいて、明確で論理的に組み立てられた議論に基づいて、適切な回答方法を模索するプロセスであると。適切な回答方法っていうのは、この、問いをどうね、定義するか。問いをどのように解釈するかによって、変わってくるわけですね。なので、問いの範囲を特定し、適切な回答方法を模索するっていうことが、セットになって出てくるわけですね。そして、私たちが、例えば私たちどのように生きるべきかっていうことに関して、自分なりのね、それなりのこう、今まで生きてきた、信条とか、個人的な経験に基づく、好みとかっていうのがあると思うんですけども、それをね単に、述べるだけだとそれは哲学をやるってことにはならなくて、今までの、哲学者だったりとか、あるいは、代表的な議論っていうものを参照しながら、単なる個人の意見にとど、まらない一般性、誰にとってもこれが正しいだろうっていうような一般性を、求めていくことが必要になってくると。そしてですね、じゃあそういった一般性を持った議論をするためには、どういったね、議論が必要なのかっていうと、まずその、論文というものが論理的に組み立てられている必要があると。で、哲学においては、これは非常に、うまくいったケースですけども、理想的にはその哲学では明らかに真である前提、正しい前提から、自明の結論、その前提から導き出されるような自明の結論に至るまでの、否定できない論理的なステップを踏むことが求められると。つまりね、明らかに真である前提、例えば三段論法みたいに、ソクラテスは人間であると。人間は死ぬと。その前提から、ソクラテスは死ぬっていうような結論を導き出すような。そして、ソクラテスは人間であるっていうことが、確かな、正しい、命題であって、人間は死ぬっていうこともまた正しい命題だったときには、必ず結論のソクラテスは死ぬっていう、結論が、得られると。なので、論理学的な、正しさと、あと、その命題そのものが持ってることが、事実と合致してるってことの二つが求められるわけなんですけども、それについてはね、いずれまたその命題論理や述語論理をね、扱う動画を作ろうかなと思ってますので、そちらでね、ちょっと詳しくお話ししようかなと思います。そしてですね、論文の場合は、否定的な議論と肯定的議論っていうのを、繰り返して進んでいくわけなんですけども、否定的議論っていうのは何かっていうと、主張理論、またはその議論が間違っていることを示そうとする、反論を行う議論だと。つまり、自由意志が、存在しているっていう、主張があったとして、その自由意志は存在してないっていうことを示すのが、否定的な議論と。で、逆にこの肯定的な議論っていうのは、
獣医師が存在しているっていう、論証に対して、まあその主張とかね、あるいは理論をサポートするような議論を展開すると。なので、この2つを組み合わせて、まあ論文っていうものが成り立っていると。そしてですね、最初に述べたような、私たちはいかに生きるかの、生きるべきかとかね、そういう問題に答えるには、まあ、まず限定された問いについて考えて、まあ、そこから大きな問いに答えるヒントを得る戦略っていうのが有効になってくると。これはどういうことを言ってるかっていうと、まずですね、まあ私たちはどのように生きるべきかっていう非常に大きな問いにいきなり答えるのは難しいので、それをね、非常に、限定された問い。例えば、まあ、ここの例で出しているのは、有名なトロッコ問題という問題なんですけども、まあ、スピードを出して、まあ、暴走しているトロッコの進路に、まあ、そのまま進むと、まあ、5人の作業員がいて、まあ、ただ進め、トロッコを進めてしまえば死んでしまうと。しかし、そこに切り替えスイッチがあって、その切り替えスイッチを押すと、まあ、人が、その切り替え線があって、その先にある一人の人が死んでしまうんだけども、もともといた5人は助かると。まあ、こういった問題がまあトロッコ問題なんですけども、まあ、この例で出している問題っていうのは、まあ、トロッコの進路に人を押し込むこと。例えばね、その線路の上に橋がかかっていて、そこにまあ非常にね、大柄な男が一人立ってると。で、まあ、自分はすごくその、体重が軽いので、自分がその飛び降りてもそのトロッコは止まらないんだけども、そのまあ大柄な、ちょっと太った男を、突き落とせばね、そのトロッコが止まるかもしれないと。じゃあその男を、まあ、犠牲にして、何の罪もない男を犠牲にして、その5人の作業員を救うっていうのは道徳的に許されるんだろうかっていうふうに、問題をね、限定的にして、議論することによって、まあその私たちがどのように生きるべきかっていうことについてのヒントを得ようとするって。そしてですね、まあこういうその、まず限定された問いに答えて、そこから大きな問いにつなげていくっていう方法は、まあ卒業論文とかね、比較的大きな論文を書くときには、まあ非常に有効だと。私自身もそうだったんですけれども、やっぱり、初めて大きな論文を書くときには、まあ、とにかくその指導教授がたちが口を酸っぱく言うのは、問いが大きすぎると。君が立てた問いは大きすぎると。だからもうちょっと小さい問いを立てなさいっていうことをよく言うんですけども、まさにね、それと同じで、まあ、限定された問いに答えることで、その論文を、まあ、一通り書き上げた後に、よりちょっと発展的な、より大きな問いっていうものに答えられることになりますので、ぜひね、ここの部分っていうのは、大事にしてほしいなと思います。でですね、まあ、ここで大事なのが、その限定された問いっていうのが、なぜ大きな問いと結びついているのかっていうのを明確に論じる必要があると。このトロッコ問題にね、を分析することで、その、どうして、私たちはどのように生きるべきかっていう問題に対するヒントが得られるのかっていうところをしっかりと論じる必要があると。まあ、理由はいろいろあると思うんですけども、まあそこがね、の結びつきっていうのがしっかりと論じられてないと、問いはそもそもね、独立したものとして、存在してしまうので、まあ、論証としては失敗してしまうと。で、もう一つですね、まあ、主張を行って、まあ、自由意志が存在するっていう例でいくと、まあ、自由意志が、存在するっていうことに対する、哲学的な論拠を、まず示すと。まあ、それを支持する。自由意志が存在しているということを示す証拠っていうのをまず示すと。そしてですね、もう一つの、レポートの中で求められるのは、それに対する、まあ、有力な、反論。つまり、自由意志は存在しないっていう反論を、自分自身で立てて、それに対する、防御、再反論というのを行うと。自由意志が存在するという今回の、議論に対しては、自由意志が存在しないという有力な反論があるが、それに対しては、その反論が以下の点で成り立たないので、自由意志が存在するという議論が擁護されるみたいな形で、まあ、まずその、まあ、肯定、否定、肯定みたいな形で、議論っていうのを深めていくと。
まあ、哲学の営みそのものが、プラトン・アリストテレスに始まる、まあ流れを、まあ、後の世代の哲学者たちが同じ問い、例えば生きる、よく生きるとはどういうことかってことについての、違う反論を立てたりとか、あるいはその反論に対してさらなる反論が来たりとかっていうような形で、議論が進んできたわけなんで、まあそれは不毛な議論なわけじゃなくて、反論に対する防御っていうのを行うことで元々の問いっていうものがより深められていくっていう、特徴があるわけなので、まあこの、まあ肯定否定肯定を繰り返してどんどんとこう、議論と知識っていうものを増やしていくっていうのがまあ哲学の方法なので。まあ、ぜひね、基本的に、哲学以外の、論文でも使える、方法ですので、こういった点を、意識しながら、レポートを書いていただければなと思います。今回はですね、非常に、概論的なね、話をしたんですけれども、次回の第2回では、実際にね、論文を、書いていく、序論の、論文の構造についてお話ししていきます。で、序論本論結論で、書くべきことについて、ちょっと詳しくお話しますので、ぜひね、チャンネル登録をした状態でお待ちいただければと思います。あとですね、このチャンネルでは、他に、哲学そのものの解説動画だったりとか、あと、レポートの書き方についての、動画っていうのも、この動画のね、前に、何本かね、すでに投稿してますので、そちらの方も合わせてね、見ていただければなと思います。概要欄の再生リストにね、まとめてありますので、ぜひそちらの方から行っていただければなと思います。あとですね、このチャンネルでは、皆さんのね、学問的なことでもいいですし、それ以外のね、人生上の相談でももちろんいいんですけども、そういった悩みの相談なんかも受け付けてますので、今後ね、取り上げたいな、ってほしい内容についても、ぜひね、コメントなどで質問いただければと思います。あと、私はマシュマロの方もやってますので、ぜひね、ツイッターアカウント持っていれば、匿名で、質問ができるサイトがありますので、そちらもね、概要欄から見ていただければなと思います。今回もね、最後まで、動画を視聴いただき、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。哲学とでした。